衝撃、マクドナルドが、ナンバーアンダーライン愛でファン参加型キャンペーン。ポテトが無限の可能性を秘めている。マクドナルド、ナンバーアンダーライン愛、キャンペーン。単なる商品プロモーションを超えた、社会現象への進化。マクドナルドという名前を聞くと、誰もが思い浮かべるのは、世界中で愛されている象徴的なメニューである、マックフライポテトでしょう。その黄金色に輝く細長いポテトは、 世代を超えて愛され続け、さまざまな食事シーンで欠かせない存在となっています。そして最近、そのポテトに新たな展開が生まれました。特に注目を集めているのは、ナンンバーアンダーアダライン愛というグループ名と結びついたキャンペーンです。このナンンバーアンダーアダライン愛という言葉がどのようにしてマクドナルドのキャンペーンに活用されているのか、その裏には一体どんな背景があるのかを探ることで、 我々がなぜこれほどまでにマクドナルドに惹かれるのか、その理由を再確認することができるでしょう。ナンバーアンダーラインアイというグループ名は、ファンの間で非常に高く評価されています。その理由の一つに、この名前が持つ汎用性の高さがあります。通常、グループ名というのは固定的なイメージを持ち、それに縛られることが多いですが、ナンバーアンダーラインアイという名前は違います。 名前そのものが抽象的でありながらも、様々な文脈に応じて意味を持たせることができる点が、特にファンの間で人気を博しているのです。そして、この汎用性の高さが、マクドナルドのマーケティング戦略にも見事にマッチしたのです。今回のマクドナルドのキャンペーンでは、ナンバーアンダーライン愛を軸に、ファンが自らのアイデアを表現できる場を提供しています。ポテト一つを取り上げても、その形や色、 味わいいががどのののよううに、ナンンンバーアンダーアダライン愛ととと結びつくのかという視点ででで楽しむことができるのです。例えばポテトが愛の形に見えるという単純な観察から始まりその先にはナンバーアンダーライン愛という名前が持つ無限の可能性を感じさせるアイデアが展開されていますこうした自由な発想の飛躍が消費者に新たな楽しみを提供しマクドナルドというブランドに対する愛着をさらに強めています このキャンペーンが示しているのは単なる商品プロモーション以上のものです。それは消費者との双方向のコミュニケーションを促進し、商品を超えた価値を創出する試みです。マクドナルドはポテトというシンプルな商品を通じて消費者に対してナンバーアンダーラインアイというコンセプトをどう受け止めるかを問いかけ、その反応を楽しんでいるのです。このプロセスは まるで一つの芸術作品が生み出されるかのようであり、消費者自身がその芸術作品の一部となることができるのです。さらに興味深いのは、このキャンペーンがマクドナルドの一連のマーケティング戦略の一環として展開されている点です。過去にも、ハワイアンバーガーやナゲットといった期間限定メニューが登場し、その度にファンの間で話題となってきました。しかし、今回のポテトキャンペーンは、 それらの取り組みを超える新たな試みとして位置づけられています。なぜなら、今回のキャンペーンは、単なる商品販売を超えて、消費者が参加し、楽しむことができるインタラクティブな体験を提供しているからです。例えば、ナンンバーアンダーアダラインアイセットというアイデアがファンの間で浮上し、それが実際に商品化される可能性も示唆されています。このように、 消費者の声が直接的にキャンペーンに反映されるという点は、これまでのマクドナルドのマーケティング戦略には見られなかった新しい要素です。さらに、このキャンペーンがソーシャルメディアでどのように拡散し、ファン同士のコミュニケーションを促進しているかも注目に値します。ファンは、自分のアイデアを SNS で共有し、それが他のファンや企業側に影響を与えるという、双方向のコミュニケーションを楽しんでいるのです。 ここで興味深いのは、このようなマーケティング戦略が、単に商品を売るためだけのものではなく、ブランドの価値を高めるためのものとして機能している点です。マクドナルドは、消費者に対して、ナンバーアンダーラインアイというコンセプトを投げかけ、それに対する反応を観察し、その結果を次のマーケティング施策に反映させるという循環を作り出しています。このプロセスは、 消費者との信頼関係を築くための重要な手段となっており、それがブランド全体の価値を向上させているのです。さらに、このキャンペーンが持つ意味を深く釣りすると、消費者心理や行動経済学の視点からも興味深い分析が可能です。例えば、消費者がナンバーアンダーライン愛というコンセプトに対してどのように反応し、それが購買行動にどのような影響を与えるのかという点は、非常に興味深いテーマです。 また、ソーシャルメディア上での反応がリアルタイムでどのように変化し、それがキャンペーン全体にどのような影響を与えるのかという点も、今後のマーケティング戦略において重要な指針となるでしょう。最後に、このキャンペーンが示す未来のマーケティングの可能性について考えてみましょう。マクドナルドのナンバーアンダーラインアイキャンペーンは、従来の一方向的な広告手法から脱却し、 消費者との双方向のコミュニケーションを重視する新しいマーケティング手法を示しています。これは、消費者が単なる商品購入者ではなく、ブランドの一部となり、共に価値を創造する存在であるという考え方に基づいています。この考え方は、今後ますます重要になり、他の企業やブランドにとっても参考になるでしょう。また、 このようなキャンペーンが他の業界やブランドにどのような影響を与えるかについても考察が必要です。例えば、ファッション業界やエンターテインメント業界でも、同様のインタラクティブなマーケティング手法が取り入れられる可能性があります。これにより、消費者とブランドとの関係がさらに強化され、新たな価値が生み出されることが期待されます。このように、マクドナルドのナンバーアンダーラインアイキャンペーンは、 単なる商品プロモーションにとどまらず、消費者との新しい関係性を構築し、ブランドの価値を高めるための革新的な試みです。そして、このキャンペーンが示す未来のマーケティングの可能性は、他の企業や業界にも大きな影響を与えるでしょう。消費者と共に価値を創造する時代が到来しつつある今、私たちはこの変革の波にどう対応し、どのように楽しむかを考える必要があるのです。最後に このキャンペーンが私たちに問いかける質問について考えてみましょう。ナンバーアンダーラインアイというコンセプトは、果たしてどのような未来を私たちにもたらすのでしょうか。そして、私たちはその未来をどのように迎え入れる準備ができているのでしょうか。この問いかけこそが、私たちが今後どのように消費者として、そして人間として成長していくのかを示唆しているのかもしれません。このキャンペーンが持つ意味を再考し、 自分自身の生活や価値観にどのように影響を与えるのかを考えてみることが、未来をより良くするための第一歩となるでしょう。さらに掘り下げていくと、ナンバー・アンダーライン・愛というコンセプトが持つ本質的な意味や、それが私たちの社会や文化にどのような影響を与えているのかについても考える必要があります。そもそも、なぜ、ナンバー・アンダーライン・愛という言葉がこれほどまでに強い共感を呼んでいるのでしょうか。 この問いに答えるためには、現代社会が抱える様々な課題やニーズに目を向けることが重要です。まず、ナンバーアンダーライン愛が持つ汎用性の高さは、現代の多様性を象徴していると考えられます。私たちは一つのアイデンティティに縛られることなく、様々な役割を持ち、多様な価値観を持つことが求められる時代に生きています。このような背景から、ナンバーアンダーライン愛という名前が持つ柔軟性が、 多くのの人々に共感を与えていいるでではないでしょうか例えば、仕事やプライベートで異なる役割を演じる現代人にとって、この名前はその多面性を表現する一つのシンボルとして機能しているのかもしれません。また、ナンバーアンダーライン愛という言葉には、一種の匿名性が含まれているとも言えます。この匿名性は、インターネットや SNS の普及に伴い、私たちが日常的に経験しているものです。 匿名性がもたらす自由は、自己表現の幅を広げる一方で、時には責任感の希薄化やコミュニケーションの摩擦を引き起こすこともあります。しかし、ナンバーアンダーライン愛という名前が持つ匿名性は、そうしたネガティブな側面ではなく、むしろポジティブな側面を強調しているのです。それは、自分自身を特定の枠にはめ込まず、自由に自己を表現することの楽しさや、創造的な可能性を示唆しているのです。 このように考えると、ナンバーアンダーラインアイというコンセプトは、現代社会が抱える複雑さや多様性、そして匿名性の中での自己表現のあり方を象徴していると言えるでしょう。マクドナルドは、このコンセプトを巧みに活用し、消費者に対して新たな価値観や視点を提供しています。それは、単に商品を売るための手段ではなく、消費者に自己表現の機会を提供し、 更に,に、このキャンペーンが示すもう一つの重要な側面は、コミュニティの力です。ナンバーアンダーライン愛をテーマにしたキャンペーンは、単なる個人の体験にとどまらず、ファン同士が共通のテーマを持ってつながり、コミュニケーションを深める機会を提供しています。このようなコミュニティの形成は、現代のマーケティングにおいて非常に重要な要素となっています。 消費者が単なる受け手ではなく、共に価値を創造する存在として参加することで、ブランドに対する愛着や信頼感が深まり、その結果として、より強固なブランドコミュニティが形成されるのです。例えば、SNS 上でのファン同士のやりとりや、キャンペーンに関連したイベントの開催など、様々な形でコミュニティが活性化されています。これにより、マクドナルドのナンンバーアンダーアダラインアイキャンペーンは、 単なる商品プロモーションを超えた社会的な現象としての広がりを見せているのです。この現象は、消費者が自分自身を表現し、他者と共感し合う場を提供するものであり、それが結果としてブランドの価値を高めることにつながっています。さらに興味深いのは、このキャンペーンが現代のデジタル社会にどのように適応しているかという点です。デジタル時代において、情報の拡散速度はかつてないほど速く、 消費者の反応もリアルタイムで変化しますこのような環境下でナンバーアンダーラインアイというコンセプトがどのように広がりそれが消費者の行動や意識にどのような影響を与えるのかは非常に興味深いテーマです。例えば SNS でのハッシュタグキャンペーンやユーザーが投稿するコンテンツがどのようにキャンペーンの成功に寄与しているのかについては今後のマーケティング研究において重要なトピックとなるでしょう。